リサさんも世代バッチリなんで。わーすごいなやっぱり。何個ししちゃっていいの？もうしちゃいます今日は。皆さんこんにちは、上原リサです。今日は YouTube チャンネルのコラボということで、カジサックファミリーさんのお家にお邪魔しました。どうも、はじめまして、カジサックと申します。そして、トモットです。どうも、カナです。いや、お願いします。いやー、本当にもう夢のようです。いやー、もう私もです。本当に、今日楽しみでした。うちの子、特に上の子二人は、もうリサさんも世代バッチリなんで、はい、よかったな。うん。よかったな。なあ、だからいつもとちょっと顔ちゃいますもん。本当ですか？いつも僕んちでこうやって YouTube 撮るときこんな顔しないですよ。ほら、ちょっと緊張してんのかな、やっぱり。ちょっと緊張してる。あ、大丈夫。今日は緊張全然しなくていいからね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、この夢のような YouTube コラボがなぜなったのかというお話をしたのですが、その前にですね、そのきっかけになったお姉さんと、そしてお兄さんをお呼びしたいと思います。みんなもよく知っているあゆみお姉さんと大輔お兄さんです。いやだー、こんにちは。すごいっすよね、これ。すごいです。なんなんですかね、この絵は。この絵がね、この並びは本当になかなかないぞ。なかなかないと思いますけど、信号機。信号機、本当信号機。ちょっとそういう意味で好調ですね。エンジンかかってきました。今回この夢のコラボがね、はい、実は僕と最初あゆみお姉さんでやる予定だったんですけども、あゆみお姉さんが大輔さんを僕に紹介してくださり、はい、そしてりさお姉さんも紹介してくださりで、いや、せっかくだったら YouTube コラボしちゃえばという、もうすぐの一声ですよ。めったにないですから、こういうトリプルコラボみたいなことは、うん、本当ですよね。本当に夢のようです。はい、それを今回やらせていただけて、本当に私は幸せであります。ありがとうございます。そして僕のチャンネルを最初に撮って、その後に大輔お兄さんのチャンネルを撮ってたんですけども、当時うちの長男がちょうど帰ってきまして、今回りさお姉さんのチャンネルには当時がちょっとお世話になっている。おお、すごい。僕に似てるって言われるんですよ。イケメン、でも本当に似てますよ。いいとこ取りって感じの。そういう時はもうちょっと腐してもらって。恥ずかしくなっちゃう。分かってなかった。とんでもございません。よかった、イケメンやって。ありがとうございます。私のチャンネルの方ではちょっと体を動かすことをメインにやりたいと思います。はい、ということで、私がお母さんと一緒でもずっとやってきたエスカレーターを今日は皆さんで、そうです、パントマイムのエスカレーターに挑戦したいと思います。いや、来ました。なんですけど、皆さんエスカレーターって見たことあります？番組とかで。あります。あります。ある、はい、あのリサお姉さんが、うん、そのテレビでやってるのを見てて、うん、見てました。ありがとうございます。どうやってんだろうと思ってます。それは本当に階段とかエスカレーターだと思って、ね、そうだよ ね、 ぐらいだよね。 それをね、よく言われました。カン、ね、ちゃんは絶対得意だと思うよ。お、体めちゃくちゃ柔らかいんですよ。あ、もう体柔らかいのはすごいポイント高いので。ですよね、新体操やってるんで、はい、そうなんです。僕もはっきり言って得意ですよ、そういうの。おいけますよ。でもパパ体ガチガチじゃん。硬くはあるけども、そこを補う運動能力があるんで。じゃあカジサックさんはカジサックさんなりの、はいはい、感じでやってみたいな、はい、と思います、はい。そして大ちゃんはね、ずっと見てくださって。そうね、僕はもうずっと見させてもらってましたけど、はい、僕はでも見てただけだから、はい、実際にできるかなっていう不安はありますよね。今日そうか、大輔さんもやってくださるんですか。やります。僕は楽しみやな。まさかのあゆみお姉さんも一緒にやってくださるということで。やってくださるんですか。わかんない、できるかと。こんなんめったに見れないでしょ。これ本当にどこでもやってないよ、ね、どこでもやってないですよ。あゆみお姉さんのパントマイム、はい、エスカレーター楽しみ、すごい上手な可能性もある。上手な可能性もありますね。やってみないとわからない。本当にわからないので、はい、ということで実際にやってみたいと思います。いきます。わーすごいなやっぱり。滑らかやね、うん、どうどうじ、すごいすごいな、本当に降りてるのだと思う。 ありがとう、はい、すごいです。これあの種明かしをしますとですね、はい、これ棚明かししちゃっていいの？もうしちゃいます今日は。いや今普通に言いましたけど、うん、
お母さんと一緒でそんなこと絶対なかったから私しかなかったからびっくりしちゃった。え種明かししてないです。そうだよ、お母さんと一緒ではね、はい、でも今回特別に、今回特別にちょっとやっちゃいます。実はですね、この幕の後ろで、うん、私の場合はいろんなパターンあります。こういう風に行く場合もあります、はい、私の場合はこうやって前後開脚をしながらこうやって降りております。これはちょっと真似できないですよね。でもカンちゃんいけるかも。カンちゃんすごいいける。カンの頭できるとでも足の長さが足の長さが足りなくて。そうかそうか。私もねこれね実際足の長さ足りないんで。え、そうなんですか。コツというとこうやって足を開いていって途中でこういうなんかストレッチ状態になってその後前足に若干体重を伸ばす。うわうわ、そう難しそうっていうのをやっております。種明かしありがとうございます。本当にな。のでこれを今日はみんなであのちょっと体の可動域を広げつつやっていきたいなと思います。え、絶対それじゃなくてもいいでしょ。あ、じゃなくてもいい。めっちゃ体硬いんで、はい、自分のやりよいようでもいいですか。やりやすいようで点数欲しくない。せっかくやったら。あ、何点か。10点中何点か。10点中何点か。あ、わかりました。じゃあ10点中何点か、はい、私が判断するということで。お、もちろんです、はい、お願いします。お願いします、はい、誰から行きましょう。誰から行きましょう。せっかくなんでカサクさん行きましょうか。はい、僕こういうの得意ですよ。お、ほんまに。ではカジサックさんの挑戦です。行きます。なんで若干今僕滑りました。ちょっと一瞬結末いいかなと思った。もう一回いいですか。最初のマリオみたいなジャンプは何こうやって。あ、そうか、ちょっと喋りながらやってみますわ。あ、そうです、本当にリアルにいきます。リアルに。デパート、はい、ファントマイム、デパート、コントみたいになってきて。いくよ。ああ疲れたなぁ。いやでも俺この間さ、俺どうですか。すごい、おとなり。え、感じでしょ。めちゃくちゃ良かったです。何点。うん、そうだな、9点。あ、でも高い。10点中9点。10点中9点。めっちゃ高いじゃないですか。すごい滑らかでした。そうでしょ。めちゃくちゃ滑らか。僕こういうの得意なんですよ。惜しいといえば、ちょっと背中が丸まっちゃった。あ、背中を丸める。そうなんです。このまま行った方がいいか。背中をね、まっすぐにした方がそのまま降りてるように見えるので。なるほどな。そうなんです。なるほど、それができてたら10点満点だった。10点満点ってます。ありがとうございます。1点出たな。すごい、1点が出ましたよ。じゃあ次、誰行きましょう。次はダイちゃんに行っていただきましょうか、はい、体とんでもなく硬いんですよ。ちょっと本気でやろう、本気で。大好きお兄さんの挑戦です。いきます。これちょっと僕点数つけていいですか。そうそう、0点ですか。何してるんですか。なんで顔こっち向いてたの。どう考えても落ちていきましたよ。落ちていったよ。エスカレーターです。あれエスカレーターだと思ったんだけどな。全然違う。今やこんなドンキさんいたお兄さん。見てください。欲しいな。え、もう一回言ってもいいですか。もう一回言ってもいいですか。よし、いきますよ。僕つけてもいいですか。2点です。上がった。2点上がった。もう一回やったら上がるかもですね。上がりますかね、はい、よしよしよし。思いのが下手ですね。ちょっと喋りながら。じゃあ僕も喋りながら、はい。あ、じゃあ今日本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おー、今のいきなり。今までで一番いいです。今までで一番いいです。嘘。一番いいです。果て。果て。話しながら今。よかった。めっちゃよかったです、最後のやつ。最後のが一番よかったですよ。そっか、自然な感じが出たんだね。出ました出ました。もう1回目どうなることやろうな。よかった。なんか途中魔法にかけられたのかなって。ねえ。大丈夫？大丈夫でしょ。よかったよかった。ありがとうございます、勝手。よかったよかった。では、続いては。では、じゃあ、ポージ君いっちゃう。ポージ行くか。いけるかな、本当に体硬いから。うん、頑張って。え、じゃあパパよりは柔らかい。ポージ君の挑戦です。まあまあまあ。
まあまあまあいいんだ。全然いいと思うすごい上手だった。うん、僕のレーティングよりか全然マシでしたね。全然マシです。9年間ね、歌のお兄さんってずっと見てたんですけどね、一応、うん、1回目はマジで0点でした。当時良かったですよね。当時くんすごい良かった、ありがとうございます。とても素晴らしい。当時はパパがつけてやろうか、うん、8点です。ありがとうございます。よく頑張ったと思います。ありがとうございます。もうすごいよく頑張ってくれました、ね、ありがとうございます。ポイントとしてやっぱり姿勢が綺麗ですね。そう、姿勢がすごく綺麗だった。で、階段もちゃんと階段をね、こうやって下がってるように見えるのがね、本当に素晴らしい。これ一番難しいんですよ。へぇ、エスカレーターより何より難しいの、階段で。へぇ、そうなんです。こうやって一段一段降りてるように見せなきゃいけないのが。確かに頭がね、上行っちゃうとダメですから。人間は普通にこうやって歩いてる時は、うん、こういうふうには降りないから、絶対に。はい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 。なんで、そこの、これがちゃんとできてたのは本当に素晴らしい。すごいな。ありがとうございます。最初から階段もやろうとしてたもんな。体がないから無理だと思って、うん、けど階段だけはやろうとしてたもんな。あなたは歩いて降りることもできるからね。そう、歩いて降りてたもんな。すごい。かんちゃん行く？かんちゃん行こっかじゃ。ここはちょっとあゆみお姉さん最後にした。本当にあげつちゃん体柔らかい、ただ感じ身長がありやからね、どううまくでもすごくね、ちょうどね、いい感じなんですよ、うん、私がお姉さんやってた時の感じでいくと。かんちゃんの挑戦です。あーちょっと惜しかったかな、今ちょっと早かった。ちょっと早かったね。もう一回行こうか、もう一回行ってみる、もう一回行ってみる。頑張れ。すごかったですね。最後らへんすごかった。そうそうそう。こっちネタバレやってみて、うん、ここの前でやってみて一回。どうやってやったの今、うん、うわー、すごい。やっぱりちゃんと柔らかい。柔らかいね。滑らか動く。滑らかやわ。そして背筋もしっかりピントまっすぐで、うん、もう10点しか上げられないのがもうすごく悔しいぐらい、そんなに何十点上げたいぐらいです。どうよかんちゃん、嬉しい？うん、よかったね。いやーすごい。さあ、いや本当に真打ち登場。あゆみお姉さん、あゆみ、やだよ。見たい、これ皆さん見たいはずですよ。皆さんの監督前からね。いいですか？本当に上手かもしれないの。でもいや、上手なら見たいです。なんか私話しながら行こうかなと思って、さっきの話しながらね、うん、あれ意外といいんですよ。意外といいんですね。あゆみお姉さんの挑戦です。じゃあね、みんなバイバーイ。ありがとうございます。結構急なエスカレーター。今なんか段が一個なかったです、ね、結構なんか急なエスカレーター。かわいい。でもめっちゃいい感じでしたね。すごい入りすごい、入りすごい感じだったんですよ。急に落とし穴になったスコンって。足をどっちで押すのか分からない。いやでも良かったと思いますけども。はい、はい、いい経験をさせていただきました。ありがとうございます。いや光栄でございます。ということで、皆さんにエスカレーターをやっていただきましたが、いかがでしたか？僕は基本的に体を動かすのは大好きなんで、めちゃくちゃ楽しかったです。そして何よりもやっぱりこのメンバーでやってるのがまだ夢見心地というか、しかも僕の自宅なんですけども、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。当時どうだった？いやすごい楽しかったです。お姉さんたちみんなに、あとお兄さんに会えたりしたのがすごい、なんか泣きそうになっちゃったんですけど、嬉しい。ずっと見てたので、ありがとうございます。うわー、よかったな。かんちゃんはもうテレビで見てたことが実際に経験できたっていうのも嬉しいし、あともうそので見てた、もうやってた人にその10点満点をもらえたのがすごい嬉しい。そうだな、そうだな。はい、ありがとう。はゆみさんどうでしたか？そうですね、まだ私だけ点数を聞いてないなと思って。確かに、確かに点数、あ、じゃあみんな流して終わったんだなと。そのお姉さんに、ね、点数を、はい、7点です。リアル。
リアルだなそこリアルだなそこに忖度なし先輩10点つけてあげてよリアルやったな7点はでもすごくあの最初難しいかもって言ってくださってたんですよ震えてるかも難しいかもっておっしゃってたんですけどこうやって挑戦してくださったエミさんのお気持ちは本当に100点満点ですありがとうございますですよ私怖くない手震えるいらっしゃるちょっとねいやいやでも僕も本当にあのこのメンバーでこうやってやらせてもらえたっていうのも何よりも嬉しくってもう本当に僕も夢のような時間でしたもうありがとうございましたありがとうございました本当にはいということでですね今回はあの YouTube コラボということなのでカジサックさんのチャンネルそして大輔兄さんのチャンネルが概要欄の方に貼ってありますそれぞれ違うことをやっておりますので皆様ぜひそちらの方も抜かりなくチェックしていただけますとあんまりこういう時抜かりなくてあんまり言わない僕結構 YouTube やっても2年半ぐらい経つんですけどあんまり最後に抜かりなくあんまり言わないですけど磯尾根さん私たまになんか言葉が変だと言われますぜひチェックしてぜひチェックしてくださいお願いしますそしてあゆみさんのコンサートも、はい、ありがとうございます、はい2月13日土曜日、15時からオンラインコンサートバレンタインコンサートをやりますのでどうぞ皆さん見てくださいお願いしますというわけで今日はカジサックファミリーとそしてあゆみお姉さん大好きお姉さんとやってみようのコーナーでしたバイバイ